銀河鉄道株式会社は東京都東村山市に本社を配す事業者。社名に鉄道とあるが鉄道事業等の経営はしていない。銀鉄と書かれた銀河鉄道のバス停。公益社団法人日本バス協会の会員にはなっていない。交通系 IC カードも利用できない。東京都シルバーパスの利用対象にもなっておらず、独自の お達者定期を発行している。また、鉄道普通時の代行輸送に関しては、西武鉄道や JR 東日本との間で代行輸送契約に至っていないため行えないとする、見解を2012年11月に出している。1999年11月15日設立。社名は、設立年と銀河鉄道39を掛け合わせたもの。社長は、 幼少の頃からのバスファンであり、1986年には大型二種免許を取得し、新車陸送などのアルバイトを行う。大学卒業後は家業である支店の手伝いをしていたが、1988年に中古バスを購入した頃から、バス会社設立の夢を持ち始めたという。2000年4月1日より、特定輸送事業、貨物運送事業で営業を開始。 当初は、社長の知人が経営する最上の利用者の輸送を行っていた。2001年4月26日より、東村山市、コミュニティバスの運行プラン策定事業者に選定され、同社の提案が運行計画で採用される。2003年1月23日より、西武バス小平営業所と共同運行により、東村山市、コミュニティバス、 グリーンバス受託開始。2006年の道路運送法改正により、貸し切り免許による、コミュニティバスの運行ができなくなるのを契機に、路線バス事業の許可を取得し、2008年4月7日より、東村山市周辺で、一般路線バスの運行も開始。他方、コミュニティバスの運行は2014年5月31日を、もって撤退。以降。 大手バス会社が撤退した地域あるいは、住民が、長年陳情してもバスが走らなかった地域で、路線バスを運行しており、税金には頼らないという理念を掲げ、国や自治体からの運行補助金を一切受け取らない、独自の運営方針をとっている。また、運行地域においては珍しい前の扉から乗り、後ろの扉から降りる方式を採用し、乗車時に客が、 運転士と対面になることでコミュニケーションを促進することを狙いとしている。2017年からは運転免許証を返納した65歳以上の顧客にバス停期券を1年分無料で申請している。これは高齢者による自動車事故を減らした上で積極的な外出を促すことを目的とした再三度外視での取り組みとなっている。その他にも社会貢献に 積極的であり、2011年には、東日本大震災後に、約2000人のボランティアを、被災地に、無料で送迎。2020年には、新型コロナウイルス感染症の流行を受け、地元住民が、満員電車で通勤しなくて良いようにと、東村山駅から、新宿駅、東京駅へ、片道約2時間の無料の通勤バスを毎日運行。 会社は観光バスのキャンセルが重なり、赤字を計上する中、こんな時だからこそ何か地域の人たちに貢献したいと、社長自ら決断した。東村山駅から、東側の青葉町、御田町の路線バス空白地を結び、東久留米市境の清掃工場、龍泉園、下里指定目、東村山市運動公園を経て、東村山駅へ戻る循環路線。 ダイヤは平日、土曜は、おおむね15分間隔。日曜、祝日は、おおむね30分間隔。運賃は180円均一。小平学校線運行開始9日後の2008年4月16日に、運行開始。2012年12月3日から12月28日までの、平日に、他事業者のような運賃売額は行わず深夜バスを8本、試験運行。 小平駅から駅前の赤市や通りを南下して小金井市と小平市の境界付近にある中央大学附属や東京学芸大学、サレジオ小学校、中学校、文化上司大学の各学校が集積するエリアを回り国分寺駅北口に向かう路線。2010年4月1日小金井循環線として運行開始。当初は学校のエリアから 小平駅に戻るルートだったが、沿線住民からの要望に応えて、小金井循環線の経路を一部延長し、2012年8月27日に小平国分寺線として運行開始。ダイヤは、平日朝7から8時台は10から20分間隔。それ以外は、平日最後の1便のみ25分開く以外は20分間隔。以前は、 国分寺駅北口から少し離れた、通称、総日通り南側の森薬局前に、終点の国分寺駅入口停留場を設置していたが、2020年12月23日より、国分寺駅北口のロータリーへ変更した。東村山市、コミュニティバス、グリーンバス要所記車両費の、リエッセジマイナス101小平学校線、東村山市、コミュニティバス、 グリーンバスポールスターラッピングの G-103、豪車銀河鉄道の小平国分寺線で運用中の車両東村山市、グリーンバス初代車両の G-101 号車路線車、貸切車、特定車を合計して20台のバスを保有する。安全第一のための入念な手入れをモットーとして、洗車機は使わず、毎日手作業でバスを洗っている。 会社設立初期の看板車は、設立以前に現社長が中古で購入した、日野、グランシアターであった。その後、新たな看板車として、東都観光バス、国際工業大阪に在籍していたイス鈴系 c LV781R1 を3台導入。2012年。 草軽交通から1981年生の日の RC701P を譲り受けし、東京都の排ガス規制的合回収を施した上で運行開始した。この RC は、ヤホ天満宮急車載に無料シャトルバスとして参加しているほか、連続テレビ小説、半分、青い。では、主人公が岐阜県から東京へ向かう時に乗車する。 長距離バス車両として使用された。以後も積極的に増車を進めており、2014年に初の貸切新車として三菱不走エアロエースを2台導入した。2016年現在の看板車は新車導入された三菱不走エアロクイーンである。公式サイト内の営業署名変更のご案内の発表による貸切バスのご案内。 銀河鉄道株式会社2018年5月21日閲覧地方組織である東京バス協会が監修する東京都内乗り合いバスルート案内1819年版にも非加盟事業者である銀河鉄道の路線は掲載されていない東京都シルバーパスのご案内東京バス協会2012年11月28日閲覧事業者一覧に 銀河鉄道は、不記載。振替代行輸送の県銀河鉄道2012年11月6日。同28日閲覧。会社案内銀河、鉄道公式サイトハット AB 毎日新聞2008年4月6日の、記事、バス会社の山本社長、念願の定期路線明日、小平学校線運行バスバカ返歴銀河、鉄道公式サイトハット ABCD 銀河鉄道が、 大切にしていること銀河鉄道公式サイトコロナをぶっ飛ばす赤字覚悟で無料の銀河鉄道日韓スポーツ消費税率引上げに伴う路線バスの運賃改定について銀河鉄道株式会社12月23日小平国分寺線のダイヤ停留所変更について銀河鉄道2020年12月15日閲覧 公式サイト、学校選休誌のお知らせ銀河鉄道公式、Facebook、ポールスターラッピングバス運行開始2017年6月2日付、銀河鉄道公式サイト、東村山警察署のバスジャック訓練に参加します。訓練時の運転は、西部警察に出演歴のある、元スタントマンの乗務員が担当。バスを破壊させて行う訓練は、稀なケースとしている。 バス事業者、訪問127銀河鉄道株式会社、バスラマインターナショナル第112号、ポルト、出版、2009年3月、ピアニッシモ、57から62。昭和のレトロバス公式サイト、ヤホ天満宮旧社祭、オートモビルクラブジャパン、2018年5月21日、閲覧、NHK、半分、青いに出ました。 銀河鉄道株式会社2018年5月21日閲覧ありがとうございます。